段ボールベッドを組み立てたのは旭市立日形小学校6年生の児童38人です。今回地域の防災について学ぶため日形小学校の学区の自主防災会の指導を受けながら地震などの災害時に避難所で使う段ボールベッドを組み立てていきました。児童たちは段ボールをパーツごとに折り曲げたり強度を上げるための仕切りをはめ込んだりしてベッドを完成させます。そして実際に横たわるとその丈夫さに感心している様子でした。児童たちは全員旭市にも大きな被害をもたらした東日本大震災の後に生まれた世代ですが先月の能登半島地震を受け防災への関心は高まっているようです。能登半島地震の時テレビの取材でやってたので見たことがあります。災害の時は自分が中心となって段ボールベッドとかを作れるような存在になっていきたいと思います。硬そうだなと思っていて横たわってみたら意外と寝れるかなって思いました。もし災害が起きた時に段ボールベッドなどを作ってみてそれで少しでも楽に生活できればいいなと思います。